メイです。マリアです。ピンク。ラテ。ピー。ピー。始まるよ。イエーイ。はい、今日はメイとマリアちゃんのクレバコ紹介です。イエーイ。みんな新学期ということでクレバコに悩んでたり、新中1の皆さん、なんかちょっとクレバコの中身どうしたらいいのかなとか言うと思うんですよ。私たち中学生2年目になるので、ちょっとそんな皆様にクレバコを見せちゃいたいと思います。それではどうぞ。マリアちゃんから見せてもらっていいですか？はい、私は2個あるんですけど、こっちに主に使うので、こっちはサブみたいなカモンです。これはトイストーリーのハムというキャラクターのクレバコです。かわいい。なんかモフモフしてるね。あれ、オレンジが2本入ってました。虹印と、これはピンクラテさんで買いました。ピンクラテ使ってる。これが赤のボールペンです。サラさんです。で、これはブレンっていうブレないボールペンなんですけど、青と黒を使ってます。マッキー必需品です。蛍光ペンが2色あります。で、定規です。シャーペンが2本入っていて、これはモノのシャーペンです。で、これはドクターグリップです。で、この消しゴムはお友達にもらったモノの消しゴムです。もう一個の方は、これはピンクラテさんで買いました。これすごい小分けできるので愛用してます。他には付箋と、あと結構使うメモ帳と、で、これは多分空なんですけど、テープのりと、あとマスキングテープが入ってます。これ予備のシャーペンと鉛筆と、数学とかで使う分の木と三角定規。マリアは以上です。ちょっと一ついいですか？はい。メイ、こちらの、はい、こちらのデザインのメモ帳とか下敷き持ってるんだけど、はい、ニコプチスクールですよね。はい、ね、私も持ってるんですよ、このデザイン。お揃いだし、イエーイ。じゃあメインを紹介していきたいと思います。はい、メインの使ってる筆箱は箱型のやつなんですけど、これすごいんですよ。で、お気に入りの水色にしたんですけど、こっちとこっちもあるんですよ。お弁当箱みたいになってます。こっちの面から紹介していきます。こっちはペンっていうかシャーペンとかボールペンなんですけど、シャーペンから紹介していきます。シャーペンは今3本入れてて、さっき持ってたモノグラフのシャーペンで、これエコちゃんからもらったやつです。これがドクターグリップの雲とか、すごいおしゃれな感じのデザインを使ってます。で、これがニコロっていうシャーペンなのかな。私書くとき 0.3 派なんですけど、気分によって 0.5 なんですよね。で、これなんとこっちにすると 0.3 の芯になって、こっちにクリってやると 0.5 に変わるやつです。だからこれは中1の初めからずっと使ってます。次は、目はボールペン1本しか入ってないんですけど、これ無印のやつで6色入ってます。次が鉛筆です。これもまた雲のデザインなんですけど、これは美術の時間とか使うので1本だけポイって入ってます。次、みんな使ってるよね、マッキーです。これは新学期教科書とかね、名前書くことあるから必需品ですよね。それじゃあ裏にします。これは修正液です。で、こっちにはシャーペンの芯が2個入ってて、メイは 0.3 と 0.5 しか使ってないので 0.5 の HB と 0.3 の HB を使ってます。メイ HB が好きなんです。同じ。薄くていいよね。こういうのあんま好きじゃないんですよ。手につかむ。そう、ここわかる？わかるよね。これはホッチキスです。これすごいんですけど、
なんかパカってな、なんていうんですかね、なんか閉じてるんですけど中のスイッチみたいなものをパカってやると使えるようになるんです。すごいですよね。テストとかなんか重要なページとかあるじゃないですか、中学生って。だからそういうところをパッと見で分かるように付箋は2個入れてます。マリアちゃんもさっき持ったマイルドライナーで3色入ってます。かわいい色でしょ。なんかメルヘンになっちゃった。で、色がピンクと紫と水色になってて、メイほんと水色とかそういうなんか可愛らしい色を持ちたくなっちゃうんですよ。女の子ってそんな感じじゃん。だから3色好きな、一番好きな3色なんですよ。はい、最後消しゴムですね。モノのです。やっぱモノですよね、消しゴムは消しやすいのでおすすめです。はい、はい、どうでしたか。え、でもなんか気になるもの、ちょこちょこ、これがすごい印象かわいい。豚え、なんか気になるものとかあった。この筆箱がすごいよね。仕切りとかもあっていいと思いました。ありがとう。おすすめです。皆さんもこれ持ってるよとか、お揃いだよとか、おすすめだよっていうものあったらコメント欄で教えてください。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。